はいどうもお茶です。今日もギルティやっていこうと思います。どうでもいい話なんですけどね、一応回の方も18なんで、ね、無事になることができました。まあ本当どうでもいいですね。どうせ今日回使う回シーン使うしね、まあ、ローテーション的にですね2回で回してるんで対戦相手いないんでね、待ってます。はい、見つかりました。やっぱこの時間人いないっすね。ってことで19段の方ですね、よろしくお願いします。スレイヤーか。さあこれはおそらく猛者でしょう。この勝率を見て、まあ 70% ぐらいですかね。頑張っていきましょう。あ、俺も早く19段なりてえな。さあいきなりマイピーとは暴れつぶしですね。マイピー直がミス。さあフォークで暴れていく。あー読まれてる。直がマジやべえ、今日すごいミスる。ラグは別にそんな、あーさあ綺麗に決められた感じ。もうちょっと防御硬くなりたいな。さあ読まれてる。これは確かに、おそらく、あーマイピーいきなりマジでいってんの、すげえな。やべマイピーしてこれ投げてこう。ああ投げれなかったか、これ。これは勝ったね。危ねえ、ためピーグループしようとしたけど高さが足りなくてとっさに切り替えた。焦ったわ。危ない危ない。さあマイピーじゃないだと。さあしっかりパスタン取っていく。あーこれはカスタンかな、違うか。さあ来たよ、これ美味しいやつ。高さ足りないんで、あ見だった。あー今バカだな、今暴れちゃった。 OK 有利有利。これはしっかりコンボ決めて勝ち切る。 OK。 よし無事1勝できました。オッケー、何読みだったの、おそらく前パン、違うバックスだ。バックスだったら、あーちょっと。あのバース入って、ああ死んだ。なんかすごいスレイヤーらしい戦い方をしてくる。これはしっかり拡散。おそらく、えそっち？マジか。つかあれだったな、上にジャンプするんじゃなくて前ダッシュで端から逃げればよかった。いやーマジか、そこでもそれをやってくる。さあ割と減る。さあ投げられて、いやー読まれてんのか。このバースアップがないから仕方なくここで入っていく。しっかり拡散は取っていってバックス読み投げて、憎くやってない。あーマイパン、くっそマイパン強いな。まあ今のは読み負けですね。というかまあ俺考えてすらなかった、脳死してたから読みですらなかった。単純に俺の手癖で負けた感じ。さあ次何が来る。おそらくガード安定で消えたらすぐマイパン。 OK しっかり見てればスレイヤーのステップにも対応できるからな。あバカガードしてるたくさんだったのに。この方結構ぶっ壊せある、ほらこんな感じで。なのでもうガードしてればいいかもしれん。OK この投げ漏れスレイヤー戦すごい機能するんだよな。さないんだ、マジで。あーもうひどい、はあ、落ち着こう。今完全に勝ってた場面だったよ。勝ちを逃した感じ。負けんのか。
ブル刺さるかも。有利、有利意識して。オッケー。あ、前パン、前パン暴れ多いな。何やってん？やばい、前パン強い、前パン強い。オッケー、危ねえ、殺しきり。正直今悪かったですね。クロスワイズとか使われたら完全負けた。おそらくブル刺さる。さあこのダメージ量、で多分ブル刺さるんですよ、こういう人間。勝った。あー、コンボミスくだらねえから。ここで負けるのがギルティだからな。ここでもうバースト入っちゃって、うっそー。あー、ゴミ投げ漏れ、ゴミ。落ち着こう、大丈夫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 。あぶねー、投げ漏れ強、マジで真の投げ漏れに助けられた感。はあ、これは今のは反省ですね。完全に負けてました。やっぱね、こういうところでね、精神的に負けちゃうんですよね。まあ、ぶち勝てましたけど、まあ、すごくね、課題の残るね、試合でしたね。ということで、今日はここまでにしたいと思います。では、失礼します。